ドラゴンボールって悪役に悲しい過去っていうパターン少ない気がする。悲しい過去とか全くなかった悪役、今じゃ珍しいんだろうか。キャラに背景与えるのに便利だし。ドラゴンボールで悲しい悪役パッと思いつかないな。お前たちにも教えよう。ジレンはバニラになるけど悪役ではないんじゃないかな。ちゃんと宇宙の人間レベル上げなかったせいで宇宙滅ぼされかけたピエロアークかもしれない。レッド総帥、悲しすぎるだろ。レッド総帥はいくら金と権力を握っても到底叶わない願いを抱えていたから気持ちはわからんでもない。世界征服はどうとでもできるという自負、あの世界の技術力なら身長もどうにかできそうだがな。悲しい過去のないな悪役ってこいつやバーン様やクラウザーさん見てるとそもそも生み出すのが難しいんだろうな。バカ野郎で消し飛ばした後消し飛ばしてない。悟空が何とも言えない表情してるところすごい好き。サブタイトル虚しい決着。フリーザ様は行動とセリフだけで十分キャラ立ってたから過去がいらなかった。まあセルとかは完全に悪として作られてそのまま死んだから悲しいよりではないだろうか。本人ノリノリで悲壮感ゼロだけど。ビッグマムは悲しい過去で恐ろしさを補強した珍しいパターンだった。キャラを作ると段階で敵味方関係なくバックボーンは生まれるわけで、物語として核に足る背景にしようとするとどうしてもドラマチックによるっていう。悪役がなぜ悪役なのかを今の描写だけで示すのは難しいし、キャラクターからはできるだけ物語を絞り取りたいという作者の心理。単に悪く生まれたから悪い奴だったり、野望のために他人を犠牲にして戦う奴を魅力的に描くのは悲しい過去よりハードル高いよな。天津飯とかハマー育ての親が悪かった。無惨様にすらあったからな。無惨様の過去は悲しかったかな。悲しいかもしれない。反転具に悲しき過去。全体とか今でもわかりやすく悪の総帥が出てきてシンプルに世界の征服を狙ってるよ。狙うもんが最悪すぎる。獣王者のバングレイとジニス様は悲しい過去ないのに清々しい魅力ある悪役だった。サンレッドのバンク様とかも悲しき過去なさそうだな。戦隊見てないけどラスボスは生まれながらタイプ多いけど幹部人は人情ドラマ差し込まれない。ピッコロさんの人生はかなり紆余曲折の悲しい過去じゃない。なんなら悟空の境遇の方がだいぶ悲しいし。まあ民族粛清食らったベジータは悲しい過去にふさわしいけど特に気にしてないな。気にしてたからあんなにフリーザにスーパーサイヤ人の伝承持ち出して屈辱与えようとして、それが叶わなかったら泣いて悟空にすらサイヤ人の手でフリーザに一矢報いろと懇願したんだけどね。暴れたいから暴れてるやつばかりだな。セル、プー、ザマス、モロ、そうだな。セルは海の親に洗脳教育されたようなものだから。キューブロリーにも悲しい過去。ドクターゲロと16号の関係見るとちょっと悲しい過去があるような気がする。ヒットは特になんもなさそうだな。格闘技の試合しただけだから悪党でもないし、悟空としては休日に趣味の場でいい勝負した友達みたいなもんだと思う。仕事は農家だし。コロ大魔王もやりたいからやってるだけなんだが、自分を殺した相手を称賛する余裕があるのがドラゴンボールだと異質に見える。ドラゴンボールのかなって怖いとは思うけど悪い奴とはあんまり思わなかった覚えある。コミカルなところがあるからだろうか。悲しい過去追加されたのはベジータ王だな。最近だと悪役でもないけど宇宙の仕上げやっていると若干悪役度が緩和される気がする。泣かされた過去持ちのブロリーはダメ？ブロリーは割と悲しい過去だと思う。でも現在の本人はめっちゃ楽しそうだし悪役ではないな。明確になんか目的あってやったことでもないし、強いて言えばスーパーサイヤ人になるきっかけ作ったパラガス殺したフリーザが憎いぐらいだよね。ブロリーの動機、そもそもフリーザが殺したことさえ知らんからな。何か誰かに殺されたぐらいの認識しかない。冷静に考えたらサイヤ人全員悲しい過去持ちだな。悪役のくくりで言えばシンパラガスとかドラゴンボールで悲しい過去があるかなって男狼さんぐらいしか出てこないや。サイヤ人に侵略されて滅ぼされた悲しい過去なベビーというかツフル人。ドラゴンで一番悪役らしいことしてるのはピッコロ大魔王だと思う。
国王になり代わってやることは無差別の破壊と秩序の崩壊によって全世界に恐怖と混乱をもたらす。確かに。シンブロリーはだいぶ悲しい過去だと思う。特に腰に巻いた汚ねえ毛皮の下り。パラガスは悲しい過去持ちに入っていいだろう両方とも。セルト代わりとマジで理由ないっちゃないんだよな。強制されてないんだもん。究極の戦士になれるらしいからなろうってだけだったもんな目的。悟空たち倒したら何するつもりだったんだろう。ゲルのパンテをくれという願いから生まれた弱友。スナック感覚でドラゴンボール使っちゃダメだよ。セルはまあサイヤ人とかフリーザの血がそうさせるのかもな。とかいう割にはノリノリだったしね。それはそれとして試合形式を自分で作って自分で壊すのはやめろ。わざわざタイムマシンに乗って過去に来てまで完全体になろうとするわけだし理由はあるだろ。悲しい過去パートがないからドラゴンボールは何度も見返しやすい。誰でも理解できるって大事だよね。手が見やすくて上手くてかっこいいのもいい。フリーザは今でも完全な味方にしないのが本当にいいわ。フリーザから見てだけならともかくお互いにあんま味方だと思ってないバランスすごいよね。人気あるから復活の F しちゃったけど絶対死んでた方がいいやつだもん。悲しい過去持ってたとしてそれが悪役が魅力的になるかどうかと関係あると思ったことないわ。それよりも自分がやってることに迷いがあっても決断はする悪役が好きだな。サイヤ人の仇を取るつもりはない殺すつもりもなくクリリンの死もプライドを追って気が済んだから戦う理由もなくなり見逃せばピッコロやベジータみたいになることすら期待したけど全部ダメだったやつ。ベジータは自分で倒していって見逃しただけで会心とか期待してなかったよ。会心じゃなくて強いやつだから殺すのもったいないってのはマジュニアからそうだよ。それで撤退してくれたのが前者だけどフリーザは殺すしか決着がつかなくなるところまで行っちゃったって話。フリーザも死にかけた時は命乞いとかして助けを分け与えるんじゃなくて拾って宇宙船に放り込んで飛ばすとかやってればとどめは刺さなくて済んだと思うよ。もちろん助かったら後から復讐に来るけど。現場で頑張る以上に倒せる三段つけてから戦うようになったり悪党を殺すのに躊躇なくなったりでセル編以降の悟空の性格に結構影響を与えてる気がする。悲しい過去は味方側に集中して敵にはあんまないイメージあるドラゴンボール。フリーザはどうやってブロリー味方につけるつもりなんだろう。ドラゴンボールでバーよみがえらせておのおろう。バーは死んでねえ。ドラゴンボールは悲しい過去持ってる奴はみんな仲間になってる気がする。鬼滅の反動で悲しい過去のない純粋悪キャラが流行るようになるよ。ふ。ドラゴンボールに悲しい過去の奴なんているか？悟空自体がかなり悲惨だろうが。悟空は戦いが好きなだけで殺すのは好きじゃないから。シンブロリーは老いたち割と悲惨だよなと思ったけど老いたちだけなら悟空も同じくらい悲惨だわ。鳥山先生長の漫画版の巻末インタビューで、ただただ悪い奴なら倒せばよいだけだから楽なんですよ。セルですらちょっと面倒くさいなって思ってたんで少女漫画ってすごいですよね。心理描写ずっと書かなきゃいけないんですよ。と言ってるからな。実際基本的にお気楽ギャグとびっくりドッキリ冒険漫画しか書かねえしなドラゴンボールが例外というか。過去現在未来が全部悲惨な感じの未来トランクス。そういや未来トランクスぶっちぎりで不幸だな。未来トランクスの不幸度は超で限界突破させすぎだと思う。でもトランクスが未来の17号18号瞬殺するシーンめっちゃスカッとするんすよ。その後のセル戦もいいよね。でもキャラの心の動きの描き方は自然だよなドラゴンボール。真面目に考えてるからめんどくさがるんだろうが。フリーザも殺したくはなかったんだ。殺すしかなくなっただけで。悟空はヤムチャ、クリリン、天津飯。コロと敵対していた奴が仲間になる経験を重ねすぎてしまったな。クラウザーさんより悲しい過去ない悪役っているの？五代五天皇。全体的なドラマ性は薄めかもしれないけど、おのおのにちゃんとそういう行動をする理由があるし、根幹に強い奴と戦ってみてみたいな部分もあるから。
本能的な欲求に関しては綺麗にクリアしてる作品かもしれない。ドラゴンボールはそれに加えて抜群の作画力と派手な技やアクションの数々だからシンプルだけど、このレベルで作れたのは本当に作者の力だと思う。悲しい過去はあるかもしれないが、悪事や敵対の理由とはあんまり関係なくて、やりたいことをやってるシンプルさが読みやすいのかな。ドラゴンボールはそういうとこがシンプルだから全世界でヒットしたんだろう。